砂ボーイ。皆さんどうも、こまみ、つらぼーぼーです。今回は生米から炊く最高のチーズリゾットを皆さんに教えちゃおうかななんて思います。リゾットを美味しく仕上げるために必要不可欠なつらぼっぽーいっても用意してるので、ぜひ最後まで見ててくだーちょーい。それでは、張り切ってどうぞ。今回使う食材はあ、こいつ。米、パルミジャーノ・レッジャーノ、なければ粉チーズでも OK。 バター、ブイヨン、エクストラバージンオリーブオイル。以上。それでは早速作っていきましょう。はい、準備がないのですぐ火にかけていくわけなんですけれども、ここで超重要スナボボーイ。リゾットは粘り気を出さないよう細心の注意を払う。リゾットの良さは水分を含んでいるけど、食べた時にパラパラとほぐれていく食感、それが私は美味しいと思うので、なので粘り気を出さないためにこの3つは必ず守ってくだーすごい。まず1つ目、米は絶対に洗わない。そして2つ目、ブイヨンは必ず温めておく。最後に3つ目、調理中にかき混ぜすぎない。これらを守らないと米のでんぷん、いわゆる粘りの元になる成分が強く出てしまうので、以上の3点を守って最高のチーズリゾットを作っていきましょう。それでは早速やっていきたいと思います。まずブイヨンを温めておきます。一度沸かしてから弱火にしておきます。ブイヨンの味はちょっと薄めにしておくのがおぬるむです。というのも水分を含ませている間に煮詰まってきて、だんだんとしょっぱくなって調整ができなくなります。そしてリゾットを作る時の鍋はステンレス製のものか、テフロン加工されているものがおぬるめです。そうしましたらオイル、弱火、お米を入れ優しく混ぜていきます。ここでは米にオイルをコーティングし、さらっとした仕上がりにするための準備タイムです。まあだいたい5分ぐらい。お米が油を吸ったら表面を平らにし、かぶる程度のブイヨン、ここでは勢いよく湧き上がり湯気が立ちます。火が強すぎると米に水分が含まれる前に煮詰まってしまうので、弱火から中火の間でふつふつする火加減をキープ。そして混ぜすぎても粘り気が出るので、たまに木べらでかき混ぜ、鍋底が焦げつかないように注意しましょう。米がブイヨンを吸って表面にポコポコと穴が開き始めたら、ブイヨンを継ぎ足す合図です。だいたいこれの繰り返しで計15分から20分くらいやっていきます。判断が難しい方はストップウォッチなどをかけると便利です。そして3度目、4度目と繰り返し、いい感じになったのぐー、あこいつ、つやつやだぐー。米はかすかに芯が残っていてアルデンテの状態がベスト。そしたら火を止めて、余熱でバターとパルミジャーノレッジャーノ、塩、黒胡椒、エクストラバージンオリーブオイルを入れて味を整えます。リゾットが重いと感じたら余ったブイヨンを継ぎ足してくぞー。トゥイ、トゥテキな香りがしてきたら、たったこれだけでコーゼーズ。皆さんもぜひ作ってみてくれー。トゥイスナボーイ。イタリアの風を感じてるよーい。いつもよりちょっと丁寧に作ったチーズリゾットは粘り気を出さないようポイントを守ったから、さらっとした仕上がり。
最後に加えた調味料たちが口の中でブワッと香りが広がって、この一品はまさに最高だぜ。皆さんもぜひ作ってみてね。今回少しでもにやけたらねるちゃん登録ボタングッドもよろしくお願いします。そしてインスタグラマラス、ツイッターもやってるのでぜひ遊びに来てくだーすごい。それでは皆さん、この後またトゥメイでお会いしましょう。さよなら。ウォーウォーウォー。11月21日からカタールWハイが開催されます。めちゃくちゃ楽しみす。ツナボーイ、今日の晩ご飯は何かな。ツナボーイ、料理のポイントを教えて。ツナボーイ、初めてカレーを作ろう。ツナボーイ、料理で笑顔を届ける動画だよ。